皆さんこんにちは、佐川修です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、もうとにかく今眠いです。久々の5時起きをかましてですね、私現在大阪に来ているんですけれども、今日はね10月の28日土曜日ということでですね、僕が提案させてもらったこちらのニューエラ5950、通称シューエラとね呼んでいただいているホームゲームさんのね別注のキャップがですね発売されるということで、いつもだとねホームゲームの横浜店とか東京に行ったりしてるんですけど、なんとこのホームゲームの大阪店がですねこの度オープンしたということで、まあ、ちょっとこけら落とし的にですね、僕の別注も発売していただけるということなので、急遽私大阪にやってまいりました。で今日はね店頭販売は抽選ということで、店頭抽選がね9時半集合なんで、僕それまでに間に合わなきゃいけないんで激早です、朝。はい、なんですが無事ね寝坊することもなく大阪に着きまして、これからね地下鉄で最寄りの心斎橋の方に行って、今日はですねそのキャップの販売の模様だったりだとか、あとはね新しくオープンしたホームゲーム大阪の様子だったりだとか、実はねこのホームゲームのね大阪店、なんとね横にねキャリーミーさんというですねリセールショップ、スニーカーのねリセールショップも併設してるということらしいので、まあ、そこら辺のラインナップもちょろっと見ようかなという感じで、かなり弾丸ではございますけれども、大阪 Vlog ということで、ぜひ最後まで楽しんでやってください。それではちょっと電車乗っていきましょう。さあということで、早朝の心斎橋の商店街にやってまいりました。いや閑散としてるねやっぱりね。現在の時刻がですね9時5、6分ですね。一応今回のね店頭抽選の集合時間が9時半ということなので、ちょっと前もってつけそうでございますね。なんと今回のねホームゲーム大阪、このね心斎橋の商店街路面にドカンとオープンしてるんですよ。とんでもない立地なんで楽しみにしててくださいね。いや雨村の方はねよくね来てたんですけど、あんまりこの心斎橋の商店街ってね来ることなかったんですけど、なんか景色が新鮮でございますね。さあということでホームゲーム大阪の前着いたんですけど、すごい人、めっちゃ人いるわ、めちゃめちゃ並んでますね。やばいやばい、すごいすごい、この閑散とした商店街の中に行列が一列ありますけど、ちょっと中入っていきましょう。はい、ドンということでやってまいりました。ホームゲーム大阪、これやばいね、こんな規模のキャップや見たことないでしょこれ。どっかー、もうねラインナップとかはもちろん東京横浜では見てるものもありますけど、この壮観な作りよ、やばいね。でこっち側にはですねキャリーミーさんのスニーカーとかがずらっと並んでるよと、ショップインショップというか併設みたいな感じなんですかね。いやこの絵面超強いねこれ、右にキャップ左にスニーカー、いやこれは好きな人たまらんお店になりそうですねこれ、やばい超上げですねこれ。さあそして今回の朝岡提案カラーがこの2つね、フィリーズとボストン、今日はですね僕ボストン被っておりますけれども、この2色、そしてこちらがですね宗師さんのベッチ、いやかっこいいよねこれ、宗師さんらしいクラシックマニアックな、いやスタンダードな感じ、めちゃめちゃかっこいいですけど、こちらもありつつこちらのブレイブスはねホームゲームベッチということで、この4型同時リリースということでお祭り状態でございますけどね。一応奥にはねちょっとねウェアとかもあったりするんですけど、かなりね面白いお店に仕上がってるんで、来るだけでも結構楽しそうですね。でミッチェルとかもね置いてたりとかするんで、いやーこれは面白いですね。さあ間もなく抽選開始なので楽しみでございます。いやドカーン、もうすごい列、やばいですねホームゲーム大阪への期待度が。そしてこちらにはオープン記念のお花なんかもバーッとありますね、すごいです。今日は暑い日になりそうっすね。
覚えたらカラーとあのサイズを入れていければ7、はい、はい、あ、全然大丈夫です、7ですね。さあということで弾丸大阪 Vlog もちょっと弾丸すぎて笑っちゃうぐらいあっという間にですねお家帰ってきたんですけれども、朝5時起きでですね、6時半の新幹線かなで、行きましてですね、まあ今回本当にね大阪ってめちゃくちゃお並びもいただきましてですね、もう大変ありがたい限りです。もちろん僕のあの別注だけじゃなくて総司さんのね別注もありましたんで、まあそれも合わさってですね、まあかなりの、方々にですねご来店いただきまして、もうめちゃくちゃ嬉しかったですし、あと横浜と東京もねかなり、東京なんか80人ぐらい超えたっていう話ですけれども、今回東京にはですね総司さんが立たれてたということもありますので、いや全体としてね今日のホーム現場も非常に盛り上がったんじゃないかなということでですね、もう我々もめちゃくちゃ嬉しいですし、日本でのねこのキャップ熱、もうニューエラが大好きっていう方々のね実際にこうお顔を合わせてですねお会いできるっていうのも我々としては貴重な体験ですし、その熱量にですねもう本当に感動してる次第なんでございますけれども、まあ、無事大阪店のですね発売も終えてですねお家に帰ってきまして、これからもね僕が提案させていただくこのシュエラに関してはですねホームゲーム大阪での発売もございますので、ぜひ関西地方の方々、ホームゲーム大阪、ご引きにしていただければなというふうに思いますし、一応ね今年出るかなシュエラ、多分新作サンプルもうちょっとで来ると思いますんで、まあ、そこら辺のお披露目も含めてですねまだまだ作っていく予定でございますんで、ぜひ楽しみにしててください。そして店舗に行けなかった方、また店舗に行ったけどうわ買えなかったっていう方に向けてのですねオンライン抽選がいよいよ明日の昼12時から明後日の夜23時59分まで、ちょっと今回に関してはですね抽選期間がイレギュラーで変わっておりますけれども、日曜日の昼12時から月曜日の夜23時59分までの期間限定でですねオンライン抽選を行う予定でございます。もうこちらいつものねホームゲームのサイトで一応概要欄には載せておくんですけれども、今回もかなり激戦が予想されるんじゃないでしょうか。結構店舗の方でもかなり売れてしまっているので、サイズによっては、まあ、かなり、難しいモデルもね出てくるのかなというふうに思いますが、ぜひチャレンジしていただいてですね、期限を過ぎちゃうとねエントリーもちろんできませんので、明日のね昼12時に抽選スタートしたらですねぜひすぐですねエントリーしていただければなというふうに思いますので、まあ、詳しくはね概要欄に書いておきますが、店頭に行けなかった方、そして店頭では惜しくもゲットできなかった方々はですねぜひオンライン抽選のご参加よろしくお願いいたします。
します。いやもうちょっとね今日弾丸すぎちゃってスニーカーショップとか寄る暇もなかったですし、なんだかバタバタの Vlog ではございましたけれども、僕の大好きなあのキスのね冬の新作もリリースされて、ちょっとねまだ見に来てないんですけれども、そことかも見に行きたいですし、ちょっと欲しいスニーカーとかもですね、まあ11月に入ってきてかなり出てくる予定なので、まあ Vlog シリーズもぜひ楽しみにしていただきつつですね、僕のバラのサンプルズの、ね、新作もですね控えております。こちらもですねおそらく来週ぐらいから情報がどんどん出てくると思いますので、こちらもですね楽しみにしていただければなというふうに思っております。改めましてこちらのシュエラのですねオンライン抽選の期間は明日昼12時、日曜日の昼12時から月曜日の夜23時59分までとなっておりますので、ここだけお間違いないようよろしくお願いいたします。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方はぜひチェックのグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next movie。 じゃねー。